ちゃわてて、こんにちは。ラクキの幸、イタリア料理教室をやっております藤野幸子です。こちらではシンプルで美味しい、簡単にできるお料理、お菓子パンをご紹介しております。今日はお正月明けです。こちらです。はい、お餅が入っています。私ね、毎年お餅ね、パナソニックさんのブレッドメーカーでね、つくんですけども、本当にすごく簡単でね、出来たてのお餅がね、食べられるんですよ。こんな感じで、ね、作りました。お雑煮とかね、お汁粉とかね、お餅でね、たくさん皆さんね、召し上がっている方も多いと思うんですけども、今日はなんとチーズを使ったお餅を作っていきたいと思います。とっても簡単でね、美味しくできますので、いつものね、お雑煮ちょっと飽きちゃったという方はぜひね、作ってみてください。はい、ちなみにですね、私はラクチナサチというイタリア料理教室をやっております。まあ、お料理とかね、パンをご紹介しているんですけども、お対面レッスンとかね、またオンラインレッスンもやっておりますので、ご興味ある方はですね、下の方にLINE ですね、貼っときますので、よかったらご覧ください。はい、今日はね、本当にとっても簡単にできるんですけども、一応ですね、下の概要欄の方にですね、材料などね、貼っときますので、よかったらご覧ください。それでは始めていきます。チャオアドポ、後ほどね。で、こちらはチーズです。これをね、適当に上に乗せていきます。もう一枚、それでは焼いていきます。焦げないようにね、注意していただきます。海苔は4分の1ぐらいにね、切ろうと思います。まずは海苔をお皿にのせて、熱々なんで気をつけて、出来上がりです。はい、完成しましたよ。こんな感じですね。熱々ですけど、ちょっと熱いです。海苔をね、ダブルで挟んで食べてみたいと思います。はい、それではいただきますね。熱々。うん。おいしい。これね、もう絶対ワインによく合うと思います。うん。まあ、おやつなんかにしていただいてもね、いいかなと思います。はい、ということで今日は簡単な、ブルーチーズのお餅ご紹介いたしました。よかったらぜひね、作ってみてください。今日のチャンネルね、よかったらちょっとためになったかなっていう方はぜひですね、チャンネル登録、そして高評価もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次のチャンネルでお待ちしております。インスタグラムもやっておりますので、よかったらね、見てみてください。それではね、またまた、チャオ、あ、コロシオ、バイバイ。Thank you.